おはようございます。あ、まだ髭剃ってません。猿はね、実はその戦略とか戦術の変更ができない生き物なんです。だからこの時期、いつもの次元と同じような展開になってるんじゃないかなとみんな思うでしょ。まさにそのヨハネとかラグナロクの予言、この記述によく似た状況になんかなって言ってるぞって。みんな思うでしょうね。それは猿がね、戦略や戦術の変更ができない生き物だからです。実は十二支の生き物はみんな戦略戦術の変更できないんですよ。だからその十二連冠するってことなんです。それは十二柱体ホロスコープも同じ。でもね、丸顔の生き物、猫とかね、私たち人間とか、あとはね、クマ、タヌキなど、丸顔の生き物は、戦略も変更できますよ。ただ、人間との違いは、人間も戦略の変更できるでしょ。人間は戦術の変更もできる。つまり、戦略の変更と戦術の変更、これを組み合わせることができるでしょ。あとで言うけどね、人間以外は、戦略は変更できるけど、あ、人間以外の丸側の生き物はね、戦略は変更できるけど、戦術は変更できないから獣なんです。で、細長い顔の生き物、猿とか、ゴリラも細長い。いっぱいあるでしょ、細長い顔の生き物。それは、戦略の変更もできないし、戦術の変更もできない。その代わり、その戦略やその戦術ばっかりするから、そこめっちゃ磨きかかるわけですよね。極端になる。で、道具化していくわけ。人間の道具も細長い顔の生き物がヒントになったものが極めて多い。その、受ける道具以外はね、何か動かす道具っていうのは、その長い顔の生き物を意識した形態なんです。体験、そういう体験なんです。で、人間の場合は、戦略は変更しないが、戦術は変更する。戦略も戦術も変更する。で、戦略は変更するけど、戦術は変更する。で、戦略は変更し、戦術も変更する。この4種類の4章があるわけ。人間はそれできるわけね。で、ただ相手を倒すときに、相手の戦略戦術ははっきり分かりきってるので、人間以外の生き物は人間から見透かされてますよ。だから、それに応じた対応を取ったり、それに応じた誘導、要するに罠にかける。という方法が簡単に取れるわけなんですよね。さて、人間にもね、細長い顔の人いるでしょ。そう、あの人たちも戦略と戦術の変更ができないタイプ。って思うでしょ。でも考えてみてください。そうなんですよ。じゃあ、今から例えば例というか、面白い話してあげようか。阪神タイガースって虎でしょ。虎は丸顔。戦略の変更できるけど、虎という戦術は変更できないでしょ。そういうのもね、虎という哺乳類はね。で、ドラゴンズ、中日ドラゴンズのは竜でしょ。竜は顔その中で。じゃあ、戦略も戦術も変更できないけど、その戦略や戦術に磨きをかけることができる。さて、この2つの球団が人間タイプの球団に勝つための、第1位、そのセ・リーグもパ・リーグも人間タイプのチーム名の球団強いでしょ？ね？バランス取れてるからなんです。それに勝つためには、阪神タイガースの方は細長い顔の監督が必要だ。中日ドラゴンズは丸顔の監督が必要になるって前言いましたよね。それはそうなんですけど、その育成するときはそれは丸顔とか、まあ、あとは四角い顔の監督が必要なんですよ。特にね、四角い顔の監督の方が上手かもしれないけど、丸顔の監督はその本当にいろいろ考えちゃうからね。だから四角い顔の監督は方針決めれるよ。それを計画作れる。で、なんか状況に応じて、硬いけど変えれる。めっちゃ不器用そうに硬いけど、でも変えなあかんと思ったらめっちゃ変えるよ。それはめっちゃ乱暴っていうか、まあ、不作法っていうか、洗練されてないよ。その変え方はね。丸顔の監督はすっごい洗練された変え方する。ね、変えるとき。で、結局ね、タイガースの場合、今、
あの細長い監督が2回続きでしょ。それがその蓄えたものを全部消化するっていう形ならいいけどね、優勝なり勝ちになりを目指してね、実際戦力は十分蓄えられてるんですよね。というのは前の監督の時はあれは掛布監督だったんです。でも掛布は一軍監督嫌がったから、掛布が嫌がったから、それは吉田義雄さんとの話し合いの逸話言ったでしょ、あの通りなんですよ、ね、だから嫌がってるんっていうか、そういうか、そういう主義じゃないって言うから掛布さんに言うとね。じゃあ一軍監督は掛布より格下のでもスター元スター選手なんですよ、しゃあないから、だから金本やったんですね。金本が気の毒でもね、実は掛布がいっぱい選手育てた、だから丸顔の次に細長い顔の監督なってる人は矢野監督ね。じゃあもう完全にその矢野監督でも完全に掛布からみたいな飯だけど、掛布ももうやめてるでしょ、二軍監督ね。でしょ、その金本は掛布から見てどうなんかって話してるんじゃないよ。ところが、まあ、その方が丸顔の順番っていうのはもう、例えば落合さんとか見抜いてるよね。で、落合さんがどれやったろかって、阪神の監督がやったろかって言うわね。それは、え、なんでって、まあ、すっごい言ってるけどね、阪神にとってもね。だけど、え、なんでって思うよ。それは、僕がやったら、掛布もやりやすくなるんじゃん、一軍監督。そこまで考えんね、丸顔って実は。まるでなんか、おばちゃんみたいやろ。